こんにちは、ソンノイです。今日はですね、新しいピンマイク、ツーリング用のカメラ、前回奥多摩で録画と録音したんですけれども、あまりいいマイクじゃないので、密林でこういういいマイクを買いました。で、今日はそのマイクテスト、どんな感じなのかな。風切り音だとか、私の鼻息ですね。こういったものが、入らないようにしております。で、今、いぐさ八幡の駐車場におるんですけども、これからちょっと近所を走ってみて、試してみたいと思います。右を見て、左を見て、レッツゴー。もう梅雨がね、なんか近いみたいなので、今日はちょっと曇りなんですけれども、この手のマイクっていうのは、フルフェイスヘルメットというのにしか使えないんですね。だからちょっと暑いですね。早押し信号です。これから桃四小の交差点かな、これ過ぎて、善福寺公園の横断歩道ですね。散歩したり、こうやってランニングをしたり、自転車が多いので安全運転で行きましょう。コロナに入ってからやっぱり増えましたね。鯉のぼりは片付けられたみたいです。前に車がいますね。あ、入れようとしてるのか。ここで左折します。取れてんのかな。これがね、わからないっていうところが、わからない、モニターができないっていうのが、よいしょ、つらいですね。あ、どいてくれたからラッキー。これから向かうところが、東京女子大の裏道です。狭いんですけれども、ちょっと狭くてカーブが続くところですので、こういうミラーとかですね、これに気をつけて走んなければいけないかなと。自転車が飛び出してくるんですよね。はい、有名な東京女子大 S 字でございます。で、左から、公園から出てくる道なので気をつけましょう。ほら、車来たー。こうやって人がいっぱい歩いてますよね、裏道はね。今日は曇り空なので、お散歩してる人とかも多いですね。この先に行きつけの、例のブラジルカフェがあるんですけども、まだ開店できてません。今、改装工事中です。早く開いてくんないかな。あ、やっぱフルフェイス暑いですね。入ってんの？これ。これが不安だなぁ。あとあれですね、カメラの振動がどの程度、手ブレ補正は今かけてますけど、まあ、これだけゆっくり走ってれば、そんなに、ブレないとは思います。まあ、帰ってみてからどうかなっていう感じですけどね。早赤信号です。あ、青信号です。お、鈴木のストロームですね、今のは。
ここが地蔵坂です。関東バスが通る道で、非常に狭いので気をつけたいなと思っております。あ、やっぱフルフェイス暑いな、もう。はい、青信号です。お、郵便カブですね。ご苦労様です。ねえ、これすれ違いできないぐらい狭いんですよね、この道は。あ、バス停か。私のカブは結構これ、吉村サイクランという社外マフラーに変えてるので、かなり爆音がうるさいので、それ拾っちゃうと全然わけわかんなくなっちゃうんですよね。徐行運転で安全運転ですね。スピード落とせ。分かっとるわ。桃井4章は右折できたかな。いつもこっからまっすぐ行っちゃうと青梅街道出るんですけども、どうなんでしょう。今日カメラじゃなくてこのマイクテストなんですよね。あ、大丈夫ですね。右折できますね。はい、自転車来てまーす。はい、右折です。桃井4章ですね、ここが。今日朝一番で井草八幡様に参拝したんですけど、あ、小学校で子供が野球やってます。いいね。はい、こんな感じでした。ちゃんと録音できたな。ダメだったらテイク2ですけど。よいしょ。駐車場です。てなわけでございました。テイク2ならない、テイク2の取る必要がないことを祈ります。ありがとうございました。